はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、こちら今撮影部屋に来ております。今日は何をやっていくかと言いますと、私この撮影部屋結構適当なんですそう、なんかまあ置ければいいやみたいな感じで今なっちゃっていまして、もう少し可愛くできるのではというか、ちょっと飽きてきたっていうのもあるんですけど、この配置に。今日はいろいろと試行錯誤してみながらいい配置を探していこうみたいな感じの動画でございます。またちょっと後で詳しく紹介しようと思うんですけど、結構適当なんですよ。ドレスとかももうすごい汚くなってしまっているので、今日はそこら辺を模様替えをしていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速まず今の段階、現段階を見てもらいましょう。皆様に今の現段階がこんな感じになっております。あのね、特にこっち側がね、ほんと物が多すぎてすごいんですよ。で、まあこちら側はそこまでなく至ってシンプルなんですけど、このラックがここじゃなくてもいいかなという気がしてるので、模様替えしていこうかな、ここら辺も。はい、じゃあまずですね、今私が考えてるあれとしては、このドレッサーをこっち側に持ってきて、でこのラックをこのここに持ってくるっていう作業をしてみようかなって思いますなんかね、ほんといいあれが見つからないんですけど、まあ、とりあえずなんかこのドレッサーをね、変えたいですよね。もう少し使いやすいようにできないかなと思って、ちょっとやっていきます。うまく変えれるかわかんないんだけど、ということで、今一旦模様替え終わりました。で、その撮影部屋の模様替えをした時に、木の花みたいなのがあったんですけど、まあこれなんですけど、ちょっとそれが邪魔になったというか、まあ、使わなくていいかなっていうふうに思ったので、こっち側に持ってきました。これもこれでね、すごい可愛くて気に入ってるんですけど、まあ、いつも作業してるところの奥に入れてみました。こんな感じで銀の盾と、これがマーシャルのスピーカーでございます。で、ここには、まあ、香水だったりとかハンドクリームとか、ちょっとパッケージが可愛いやつを並べてみました。で、こっち側もこれも香水なんですけど、あとはフラワーベースとか、これがねロエベのキャンドルなんですけど、前に友達に誕生日プレゼントでもらって、ここに飾ったら可愛いかなと思って、このイエローがめっちゃ可愛くないですか。で、その下行くと、最近めっちゃ気に入ってるザラのネイル、
これもちなみにね、ザラのやつなんですけど、今塗ってるの。この緑のやつ。これが、クレイジーウェイズってやつ使ってます。めっちゃ可愛いですよね、この色。そう、これをちょっとバーって並べて、その奥に可愛いブロックチェックのヘアクリップと、あとさっきのロエベのキャンドルの箱もめちゃくちゃ可愛いので、それも飾っております。一番下は、ディフューザーとかルームスプレーとか、これもフラワーベースなんですけど、ちょっとこう顔の形になったやつで可愛いので、これを飾っております。こんな感じにしてみました。いつもこっち側を背景にして YouTube 撮ることが多いので、ちょっと可愛くなったかな。はい、じゃあ本題の撮影部屋に行きたいと思います。オープン、じゃじゃーん、こんな感じでございます。あの、物は変わってないので、あんまり変わり映えはなかったかもしれないんですけど、私的には結構ガラッと雰囲気が変わりました。やっぱ物の配置が変わるだけでね、全然違いますよね。こっちの棚はまあ、そこまで変わってないです。で、銀の盾が向こうに行ったので、ちょっとマニキュアをね、これシャネルのやつなんですけど、をちょっと並べてみました。まだ変えるかもしれない。ちょっとバランスを見ながら。意外とでもここはね、気に入ってるので、そこまで変えなくてもいいかなと思って、あまり触っておりません。はい。次こっちの鏡はまあ、以前からね、こんな感じで置いてあるんですけど、ここに全身鏡があります。で、こっちに椅子。この椅子がね、結構大きいんですよ。見た目以上に。置き場所どうしようかなと思ったんですけど、でもこれを使いながら写真撮ったりとかしてもすごい可愛いので、とりあえずここに置いています。なので写真撮りたいなって時とか、こっち背景にして、白壁バッグに写真撮ったりとかもね、できるかなという感じです。次こっち行こうかな。こっちは、撮影の用のライトと、あの下にはですね、毛布だあったりとか、部屋着が詰め込まれたやつが置いてあります。すごいね、詰め込まれてるんですけど、これをこんな感じで置いてます。これは特に意味はない。で、まあ、こっちにラックを持ってきて、もう想像以上にね、この横幅っていうんですかがあったので、ちょっと圧迫感はやっぱりどうしても出ちゃうかなっていう感じなんですが、あの奥の壁のくぼみを利用してちょっとはめ込んでみました。で、こっちにはラックこれ置いてあるんですけど、まあ、これはルックブック用なので、まあ、すぐ取り出せるようにというか、すぐ使えるようにしてます。で、こっちがですね、結構変わったんじゃないかな？変わったというか、まあ、あのね、途中からですね、あのもう模様替えとかじゃなくって、コスメ整理になってました、気づいたら。結構ね、コスメ整理しちゃいました、もう。ちょっと使わないかなっていうようなやつは、また実家に送ろうと思うので、それを分けて、スッキリしました、だいぶ。軽く紹介すると、これ IKEA のドレッサーなんですけど、こんな感じで、こっちに MAC のリップとか、で、後ろにアイラインとかペンシル系のやつとか、コンシーラーとかを、ペン立てに入れております。ここはもう、ほとんどリップかな。下の3段ぐらいはアイシャドウとかなんですけど、こんな感じで。なんか同じブランドのものをこうまとめたりとかして入れてみました。こんな感じで、ここめっちゃぴったりです。すごい嬉しい、なんかすっきり。で、この中はですね、まあ、こんな感じにしております。まあ、ここら辺はあまり変わってないかもしれないんですけど、ちょっと配置を変えたりとかしてみました。前までここにアイシャドウがあったんですけど、アイシャドウはちょっと別のところに移動させて、下地ゾーンですね、ここら辺は。で、ハイライトとかチークとか、ここはアイブロウ系かとか、こんな感じで、ちょっと汚いですが、やってます。で、こっちのタンスにアイシャドウを全部もうまとめちゃいました。こんな感じで。結構ね、パンパンなんですけど。で、こっちには、リップが、こんな感じで入ってます。で、こっちはね、めっちゃ汚いのであれなんですけど、なんかストックとかポーチとかをもうぎゅうぎゅうに詰め込んじゃってます。で、こっち側にちょっと香水とかを並べてみたんですけど、ここはちょっとね、まだ変えたいなって思ってるところなので、まあなんか可愛いインテリアとかあったら集めていこうかなと思ってるところですね。はい、ということで、今回はこんな感じで、ちょっと模様替えプラスコスメ整理をしました。ちょっとコスメ整理のところね、動画撮ってなかったんですけれども、結構ね、スッキリしたと思います。ドレッサーもスッキリしました、やっと。良かったです。個人的にはすごく良かった。ちょっとの模様替えだったんですけれども、またなんか、インテリアとか、ね、可愛いものとか集めていこうかなって思うので、これから進展があれば何か、
また動画を撮ろうかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。